フドバルスキクルブレオタルトレビニエは、ボスニアヘルツェゴビナのスルプスカ共和国トレビニエを、本拠地とする、サッカークラブ。1925年創設。旧ユーゴスラビア時代にトップリーグに参加することは、なかったが、ボスニアヘルツェゴビナ独立後は、トップリーグで2度優勝している。1925年に創設された。ユーゴスラビア時代は、 ユーゴスラビアドルガリーガに27年所属した。2001から02シーズンにプルバリーガー RS トクプ、レプブリケスルプスケで優勝した。2002から03シーズンは、スルプスカ共和国のクラブが参加した、最初のプレミエルリーガであったが、FK ジェリエズニチャルサライボと、優勝争いを演じ、最終第38節に、ジェリエズニチャルサライボが敗れた一方で、 レオタルトレビニエは FKL ルダルグリエビクに勝利して優勝を決めた。ボスニア・ヘルツェゴビナカップでも決勝に進出し、ジェリエズ・ニチャル・サラエボと対戦したが、0から0,0から2で敗れて、準優勝に終わった。2003から04シーズンに UEFA、チャンピオンズリーグ2003から04に、出場、予選1回戦で CS ・グレー・ベンマハに0から0、 2から0で勝利したが、予選2回戦で、SK スラビアプラハに1の2、0から2で敗れた。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。